おはこんばんは、皆さん。どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい。今日はですね、どうも、半袖ミッキーです。お風呂上がりでポカポカしてて、それも今、暖房つけてるんで、半袖でも大丈夫っていう。本題に行く前に、皆さんからいただいた質問を、何個かご紹介していこうかなと。というか、答えていこうかなと思います。はい、まず一つ目。前回上げた動画のマックの動画で、書いてあったコメントです。こちら PACHI さん、現マッククルーです。私の店舗はこういった大量買いされるお客様は被らないように違う種類のおもちゃを入れるというルールになっています。わら。はい。まあ、あの動画でね、見てない方は、動画の概要欄とアイマークに URL 貼っとくんで見てください。要は、まあ、おもちゃ開けるんだけど、全種類揃ったんですよ。ランダムなのに。っていうので、やばくないって言ってたら、このコメント。もう実際にマックで働いてる。この人の店舗は、かもしんないけどね。らしいです。だから、もしかしたら、ちゃんとこう、一つ一つこう、くれたのかもしんないね。私がその、買ってきてもらった、その、マックのお店の人もそうやってやったのかもしんない。そういうルールらしいもん。はい。じゃあ次行きます。マックとは違います。こちら。ココスケココスケさん。質問です。ミッキーさんって最初の頃 iPhone で編集してたのは知ってるんですけど、その頃ってマイクとか使ってました?返信お願いします。そう、私YouTube 始めたばっかは iPhone で撮ってたんですよ。iPhone5C と、うちのお母さんの携帯も途中からね、容量なさすぎて、うちのお母さんの携帯を借りてやってたんですけど、それが iPhone5S ですね。で、やってたんですよ。で、その時ね、マイクとかは使っていませんでした。はい。まんま、もう、まあ、これ iPhone7 なんですけど、まあ、まんま、こうやってインカメにして使ってた感じですね。まあ、全然音とかいいし、使えるんですよ。そう。iPhone でね、世界は変わる。あ、これも名言ですね。iPhone でね、世界は変わる。そしてもう一個似たような質問、こちら。豆腐さん、質問です。よかったら答えてください。マイクは何円ぐらいでしたか?はい。ということでですね。多分マイクってこのことなんですよね。これちょっとみんなには見えないようにこうなってるんですけど。で、これね、安いです。はい。いいやつじゃないです。これなんていうのかわかんないんだけど、まあ、動画の概要欄に Amazon のリンク貼っときます。私も Amazon で買ったんで。で、なんかね、こういうのもセットになってくっついてきたんだよね。でもぶっちゃけね、まあ、詳しくないんで機械。わかんないんだけど、まあ、あんま良くないね。もう私、マイク変えたいなって思ってるから。って感じです。だからまあ一応動画概要欄にAmazon のリンク貼っときます。はい。はい。じゃあ次、みずきYさん。本気でダイエットしてみたって企画やってほしい。まあ私本当にやばいなって。いや、まあそれ当たり前だよね。だってさ、去年とかね。まあ一応ね、体育で強制的にこう、なんつうの?動かされるじゃん。まあ別に、もともとまあスポーツ好きなんですよ。そう。そう、意外かもしんないけど、サッカーとかバスケやってたのね。で、すごい動くことは好きなんですよ。でね、登下校とかもあるから動くじゃん。で、それなりの距離だからさ、歩くじゃん。今は何?動くっつってもトイレに行くか、部屋に来るか、部屋からリビングか、冷蔵庫に何か取りに行くかみたいな。ね。あとお風呂入るかみたいな。もうそれだけ。あとなんか近くのコンビニにちょっとなんか買い物行くとか。これね、ほんとまずいよ。で、なんでまずいなって思ったかっていうのは、みんなに言われたからでは私は別にまずいなって思わないのよ。いや、重いよって思うかもしれないんだけど、思わないのよ。なんでかっていうと、ちょっと数ヶ月前の写真とか、ちょっと前の動画見ると、あれ?あれ?おかしいの?あれ?目の錯覚かもしれない。そう、目の錯覚。あれ?太ったな。ってなったんですよ。ってなったのね。っていうのなんですけど、もうここで言っちゃいますね。企画的にはやりません。もしかしたら、あれ最近痩せた?みたいになるかもしれない。高校を辞めてましたみたいな動画の時も、今後もしかしたら、通信行くかもしれない。でも動画では言いませんよって言ってるからあれ。もしかしたら今言ってるかもしれないじゃん。はい。言ってないですけどね。今後わかんないじゃん。だから、今後やるにしてもやらないにしても、グーパンチじゃない。やるにしてもやらないにしても、動画では別にやらないから、そう。今のところはその予定はございません。はい、じゃあ最後。15年前さん。中退をネタにして開きなってるところが終わってる。高校行けと忠告してるアンチなんだろうか。中退を甘やかしてる信者の方がよほどアンチに思えるのだが、そんな思考だから高校5日で中退できるんですね。はい。まあ、これに対しては一言。高校生活、4日です。
え、ちょっと、もう一回。高校生活、4日です。ということで、本題に行きます。これ多分、レビューしてる方少ないと思われるんですけども、信玄餅、知ってますか？あの、袋に入ってこういうやつだ。なんか食べ方なんだよね、あれね。袋を広げて、こう、パッてやって、こう、粉くばってなって、こう、あんみつばってかけて、こう、なんか竹の串みたいな、ブスって食べて、パッて食べるやつです。その、信玄餅が、あれになった商品が、発売されたので、買ってきました。こちらです。じゃん！桔梗信玄餅アイスバーということでですね、まぁ、ちょっと開いちゃってて、一本うちの妹が食べちゃったんですけども、まだ私は食べておりません。ツイッターとかで、結構もう、回ってたりとかしてたから、まぁ、知ってる方多いと思うんですけども、赤木からですね。赤木って有名だよね。ガリガリ君の会社。ガリガリ君作ってる会社と、桔梗信玄餅作ってる会社がコラボした商品でございます。もうこのパッケージのインパクトすごくない？もうなんか、うわって感じ。うわ！プレミアム桔梗信玄アイスがスティックタイプで新登場。桔梗信玄餅アイス、信玄餅になっちゃうんだよね。信玄餅って言えないの。2017年の12月5日より全国発売らしいです。この一箱に6本入りでございます。なんか、カップの方でも売ってたらしい。きなこ味のアイスキャンディの中に、餅菓子、黒蜜ソース、きなこアイスが入ったアイスキャンディ。はい、ということで、お風呂上がりミッキー。めちゃくちゃ楽しみ。はい、ということで、こんな感じです。うわ、すげえ、きな粉の匂いする。やばい。いただきます。ちょっと割れてきてんだけど。信玄餅。クオリティがやばい。わかる？これ、黒蜜が出てきたんだけど。これはうまいわ。前半戦餅で、後半から黒蜜ですね。黒蜜うま。きな粉のちょっとしょっぱい感じと、この中のね、クリームっぽいなんか、なんつうんだろう、この、あ、きな粉アイスだ。きな粉アイスがめちゃめちゃうまい。想像の一つ上をいったうまさです、これ。最後の一口でも。早いな、これ。これはうまいわ。なんかもう一本食べたいなって思ってしまう味。はい、ということで本日はですね、桔梗信玄餅アイスバー食べてみましたが、ぜひ見つけた方買ってください。そして食べてください。やばいです。このカップの方も食べてみたかったね。ぜひぜひ、このね、寒い冬と言ったらアイス食べたくなるじゃん。なんか知らないけど。ね、あったかいこたつの中でね、まあ、アイス食べるじゃない。夏よりも、この冬に出したのは意味がめっちゃわかる。だって冬食べたい味ですからね。そう。夏って結構なんか、さっぱりした系のアイス食べたいじゃん。ガリガリ君とかね。アイスボックスとか。うん。でも冬だからこそこれ。夏は出てたら、あんまこれは、まあ美味しいけどねって感じ。だから冬だからこそのこれもある。多分。ぜひぜひ買って食べてみてください。ということで最後まで見てくれてありがとう。では次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。信玄餅、信玄餅、信玄餅見つけた。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。